裏金さておきというワードが15日インターネットのトレンドワードになった岸田文雄首相が14日の衆院予算委員会で16日から始まる確定申告を前に法令にのっとり適切に申告納税を行うようお願いしたいと答弁したことを受けたメディア報道の見出しを引用したもので納税呼びかけという言葉も X 旧ツイッターのトレンド入りしている 自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件をめぐり、自民の派閥や議員が政治資金収支報告書に記載せず報告書の訂正が相次ぎ、野党からはこうした対応は脱税に当たるとの指摘が相次いでいる。 国民の不信感が高まる中、自民党の総裁という当事者である岸田首相のごと事のような答弁内容に対し SNS には怒りのコメントが殺到している「はあ、ふざけんなよ、裏金議員を辞職させてからやろ、法令にのっとり適切に申告」 納税を行うようお願いしたい、お前がな、今の状況でこれを言えるの鋼のメンタルすぎるだろ、今年の、お前言う対象、ぶっちぎりなう。まだ2月半ばだってのに、早く追徴課税払え自民党、という怒りの指摘のほか、法にのっとり納税するけど4000万以下は納税義務ないんだろ。 自民党のおかげで助かると裏金事件で立件された議員の目安の額が4000万円だったことを踏まえたことを痛烈に皮肉るコメントもあった首相は14日の質疑で厳しい指摘を重く受け止めるとした上で税制は国民の理解と信頼の上に成り立っているとして理解を求める場面もあった以下はネットユーザーの反応をまとめたものです 税のの原則の中に、公平、があります。国会議員が適正に納税していないという印象を持てば、納税者は不公平感を持ち、正しく納税を行わないかもしれません。国家議員に流れたお金が所得となるか否かは、今後の国税当局の判断を待たなければ分かりません。税務調査があるかもしれないし、ないかもしれない。 2月16日から確定申告期間が始まりますが多少の影響もあるでしょう確定申告の会場や税務署で職員の方に不平を言ったり厳しく当たったりすることがないよう祈るばかりですグレーな資金集めの理由の一つに選挙に金がかかるという言い分がありますですが昨今の投票率は低迷を続けています つまり選挙に金をかけてるのに投票という結果に結びついていないということですこうなると投票してる一部の人を金の力で動かしているのではないかという疑念が浮かびます政治家じゃなくて選挙屋みたいな人が多いのも気になります今はいろいろな情報発信の方法があるので金のかからない選挙を目指すべきです そうしないと若者の立候補も増えません政治資金選挙に関わるお金の動きを透明化しより低額でクリーンな政治家を目指すべきです贈答目的の数千冊に及ぶ書籍を書籍代として会計処理しても何ら問題はありませんですよね納税はしますよ ただ、贈答目的のさまざまな物品の購入は事業目的の経費として計上してもよいということが分かったので経費として落としやすいものが増えます贈答品の過大な費用計上は税務署もうるさいですけど数千冊に及ぶ新聞図書費は問題ないそうなのでこれはいろいろと応用できそうです自民党もたまには良いことをしますね 節税の指南まででしててくれてありがたいです岸田氏は自分自身が首相になった時にその知名度を利用して地元広島で偽装パーティーを行っていたのだ1000人以上が出席したそのパーティーは明らかに資金集めであるにもかかわらず主催者はあくまで政治団体とは違う民間人という理由づけで報告もなかった 岸田氏自身がまずは納税を怠っており、自民党が今まで政治活動費という名目で支出を明らかにせず、税金を払わずに脱税を続けていたと言わざるを得ない。あれだけ法人や個人から高額な税金を徴収してたのに、国会議員は必死に裏金作りと脱税をしても4000万円を超えないとおとがめなし。 一般企業や個人は解釈の違いでも、延滞税なども取られてむしり取るくせに、今後は4000万までは隠し資産を毎年しても課税しないという解釈でいいのかな、今までの納税分を返してほしい単に所得税をかけるだけで、裏金の問題を免れることは許されることではありません。パーケンノルマ以上に所得税をかけることは、 政治資金パーーティーの金儲けを公認することと同義であり、際限なくパーケン商売を認めることとなります。アンケートで報告のあった不記載額は、不当利益として国庫に返納するとともに、脱税の責任を取るべく議員辞職が必須です。政治にお金がかかるという理由で、政党助成金が導入されて、金券政治から脱却したはずでした。 しかし今でも政治にお金がかかると言われています結局いくらもらってもそれ以上使うように調整するので政治にお金がかかる状態が変わることはありませんね少なくとも1円単位まで使徒の公開議員との連座制使途不明金は国庫へ返還が必要ではないでしょうか